私が後で食べようと楽しみにとっていた磯辺揚げを盗み食いした犯人はあなたです。あなた私に嘘をつきましたね。野良猫が網戸を破って入ってきて食べたとおっしゃいましたが、それは不可能なんです。なぜなら網戸の押さえろゴムというのは外から網を押しても外れにくい構造になっております。確かにこの家の網戸のゴムは劣化して外れやすくなっていました。しかしながら猫の体重ではいくら押しても外れません。ところがこの押さえのゴムというのは内側から押した場合には外れやすいんです。柴犬の体重であれば思いっきり体重当たりすれば外れます。これは今泉くんが実験してくれたので間違いありません。つまり野良猫の仕業に見せかけようとあなたが細工したわけです。その時家にいたのはあなただけ、したがって犯人はあなたということになるわけです。認めていただけますか。ありがとうございます。はい。いつから気づいていたかということですね。はい。実は私最初からあなたが犯人じゃないかというふうに睨んでおりました。なぜなら、この顎のところにマヨネーズと青のりがついていたからです。